番を追い求める男オリックスレインボーシックスシーズの全キャラを解説する動画、今回は人だねどつきますことオリックスの紹介です。オリックスはタックルして敵を引き回したり壁にでっけえ穴を開けることができます。あと身体能力がとんでもないのでジャンプ力がなんか高い感じがする。その能力の中でも地味に覚えておきたいのはこれ、木装の小物にタックルすると外装が剥がれスケスケの状態になります。攻め側は小物の裏で設置することが多いのでやるのとやらないのではかなり違います。あとこいつは盾キャラの対策として実装されましたが敵にたどり着く前に死にます。ブリッツに関してはタイミングよく近接を振ればキルできます。これね、おかしい。なので実質こいつはモンタ用です。ですがモンタのピック率があまりにも低く激レアな点と今の攻めキャラは後から変えられるので実質アビリティを使う対象者はいません。